待っていてもちょっとね、何も反応しなさそうですね。ああ、そっか、そういうことか。ここを、まあ、何かしらで解いたら、ここね、下に行けるようになってるね。まあ、それはまた後でということになるんでしょうかね。とりあえずもう、ね、次の戦闘に行きましょうか。よし、いいぞ。取り付けようじゃないか。はい、なんかついたー。ジェムの器カードをプレイしているとこいつが光るのさ。お前の空き容器にジェムが詰められた。チェックするんだ。空き容器に。君はサイドデッキから引くジェムの色を変えられる。ほう。やってみよう。どれかをしてくれ。これとか。あ、なるほど。今は何でもいいかな。なんかカードが得られ次第ちょっと変えていこうか。どっから変えれんだろう。こっからか。なるほどね。OK。左。なんとなく左。お前がカード選んで僕がそいつにジェムを与える。それでグリーンジェムを持ったものの、体力が増加するぜ。オレンジジェムなら攻撃力が増加。ブルージェムならエナジーコストが少なくなる。すぐにわかるさ。これは、一番いい強化が得られる気がするが、なんか裏がありそうじゃない？気のせいかな。今のところ、まあ強いフィッシュボットとかにしてみるか。うん。はい。まあ、どれかが得られるよっていうことなのかな？はい。どれだ？隅にあるものが見えるか？隅？正しいジムを持っているとあれが光る。すぐにわかるさ。あ、すべてのジムに対応するんだ。だから、例えば空き容器出してオレンジジェムが置いてありますよっていう状況になったら攻撃力が1上がるし、青いジェムがありますよってなると、こう、何？コストが、低く出せるよっていう、何でもありの状態なんだね。はい。それでは、まあ何をしたいかというと、まあ攻撃力特化ですかね。脳筋ですね。はい。まあ、それでいいんじゃないでしょうか。お金ゲッチュー。はい。まだ下に隠し通路があり。まずは強化をしましょう。はい。新たに効果を付与させるもの。そうですね。これ3枚目の効果って付けられるんでしょうかね。気になりません？まあ、例えば、シールドボットさんとかね。一回やってみましょう。なんか付けられそうな雰囲気はあるね。これ何？あ、死ぬと、ってやつか。はいはい。どうしよっかな。ギフト運搬と、なんだった今。ギフト運搬と、ああ、アーマーをつけさせるやつか。どうしよっかなー。あんまりだね。すぐに死ぬやつがいいね。じゃあ、エクスプロードボットかなー。今回一緒だよね。これだとね、事故起きるんですよ。守護者。空き場所に対峙する生物が現れると、その前に移動するっていう効果なんですけども、爆弾が移動したらどうなりますって、事故が起きるんですよね。なので、まあ、ギフト運搬が一番活用できそうかな。はい。ここはあともう一つ。
データですね。10月6日、違う、6月10日、写真のソースとスキャンが終わった。これが最後の1枚だ。エルを失う直前に、2人で撮影したものだ。さよなら、妹よ。なんか顎が上納値してるんですけど、妹さんなんですね。なんか彼女かと思ってたけど、まあ何かあったのかな、この妹さんにはね。なんか病気とかね、多分そういう感じなんじゃないでしょうか。まあなんか特殊なこう思いが詰められたゲームなんでしょうかね。若干こう不安になってきますけども、はいはいはい。まあ誰にこうね、追加の効果を与えますかと。そうですね、今のところ強いダブルガンナーにしましょうかね。はい、まあはい。それがジェム化を示していい。はい、ダブルガンナーが強くなってくれればね、一強でもいいのでね、全然。元カードある？敵のカードはなんか特殊なカードですね。コスト5なのに1ターン目から出し上がってと言いたいところなんですけども、攻撃力が3なのでちょっと気をつけていきたいところ。エメラルドの容器をその代わりこっちに出しているっていう感じでしょうか。そうですね、そうですね。まあ、エメラルド。ってことは体力が増えますよってやつか。うんうんうん。セントリードローンで、完封と。バン。はい。敵も容器を出してきましたが、エメラルド容器。ここは普通にカード引きましょう。そうですね。エクスプロードボットは何かあった時に使いたいので、ここは空き容器で、エメラルドの容器を次のターンに破壊できるんじゃないでしょうか。それ以外はまだ出せないので、終了と。ターンエンド。はい、オートマトンね。オートマトン、なんか勝手に死んでくれそうな雰囲気がありますが。はい。フィッシュボットが、そうですね、今、オレンジ、まあ、ルビーの容器を出したので、フィッシュボットが攻撃力強くなってますね。出していきましょう。さらに、こう、エメラルドの容器が、あ、これ敵のも反映するのか、もしかして。そんなことない。エメラルドの容器があることによって、まあ、体力も上がってるんですが、これ体力2上がってる気がするんですよね。2つあるからかな。その敵にもこう、メリット与えちゃうっていう話になると、話が違うんですけどね。はい、オートマトンは破壊。エメラルドの容器も破壊。いや、違うね。これ自分の1枚のカードで攻撃力、体力が2増えてるので、素で増えてんだ。まあ、普通にカード引こうと。防衛入力ボットを右端に置いておいて、まあ、なんか出しておこうか。はい。で、攻撃。てか、終わりかこれ。終わったね。よし。さらに、ジェム化を進めていきましょう。まあ、コウモリかウィズボットかなーっていう感じはするけど。コウモリかな。はい。どうぞよろしく。いいですね。体力は 2増えるんですね。ジェムをプレイしてオンにするんだ。いいね、なんかジェムの色に合わせてフォントの色が変わってるの。すごい好き。じゃあ下行こう。他は右が隠し通路だね。こういうのもね、ちゃんと見ていきましょう。ジェムデトネ。何こいつ。
ああ、はい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 。ジム持ちは、こいつがいるときにジムが破壊されると、そいつが爆発するってやつですね。扱い難しいよね。あ、これは強いかも。ジム容器がナノアーマーを持つ。いいですね。で、ジャンプボットは、勝手にもうジェム化されてるので、ちょっと扱いやすいよっていうことを言いたいんだろうね。ああ、なるほど。しかも、こう、サファイアのジェムとか置いてあると、もう自動的に、コストゼロで出せちゃうっていうぐらい強いっていうね。まあ、といっても、ジェムガーディアンかな。使いやすそうなのはね。うん。下は、なんかまた次元爆弾のやつですかね。ほら、ほらら。よし。川を使うところが欲しいんですけどね。どこなんでしょう。さて、気を引き締めていきましょう。ターン制限ありのバトル。いい魚。私をプレイしてくれと。さて、敵のカードは、エメラルドの容器一択。多分これ以降カードは出てこないんでしょう。どうしよっかな。うん。一ターン目からセントリードローン出していった方が良さそうですね。他の容器はなんならいらないまであるけど。まずセントリードローン出していきましょう。OK。残り5ターン。いけるかな、これ。すごく不安。なんだっけ。ナノアーマーつけるやつか。まあ、最悪こう爆弾夫人使ってもいいんですけどね。いいんですけどね。孤独な、あ、そっか。はい。すいません。孤独なウィズボットを出して、はい。孤独なウィズボットは強いので、はい。ここに攻撃することで、とりあえず2ダメージ。はい。はい、残り4ターン。セントリードローンもお役ごめんな感じはいたしますが。はい。エクスプロードボット悪臭か。はい。難しいところですね。あと4ターンで1、2、3、4、5、6。7、8、9、10。残り10ダメージ与える必要があります。余裕かな、これ。セントリードローン破壊して、フィッシュボットここに出す。で、攻撃力が1増えてるので、このターンは4ダメージ与えることができますね。はい。OK。はい、残り3ターン、急いだ方がいい。はい、次の攻撃力もね、尋常じゃないでしょ？うん。で、あと6ダメージ与えればいいので、このターンで終わりではないでしょうか。あ、余裕ですね。はいはいはい。成功だ。お前は爆弾阻止した。英雄だな。所持はこれぐらいでいいかな。それは心の中で言ってくれないかな。はい。下に行くことができました。左行ってみましょう。と前に。この辺は何もないね。はい。誰かいます。なんか、槍に突き刺された女性の人。あら、旅人じゃない。この辺じゃ滅多に見られないわね。この刃を通り抜けたいのかしら。わかった。ありがとうございます。はい。お金をゲッチュ。たびたびこう出てくるキャラクターたちは、ショートカットを作ってくれる人ですね。はい。うん。最初の場所まで戻ることができるっていう感じのやつですね。隠し通路はないので、下に行きましょう。あ、取引タイム。何これ。あー、モックスカードを2つ所持しているカードか。はいはい。ジェムガーディアンは使いやすいけどどうなんだろうな。
ジェムガーディアン。じゃあ、ジェムガーディアンと、ジェムガーディアン交換しようと思ったけど、なんかいらねえカードあるかな。これかな？はい。ボイ入力ボットを交換。で、隠し通路なし、新しいカード。これ強いけど、コストがやっぱ高いので、微妙っちゃ微妙なんですよね。効果をこれから付与していくカードとしてはいいかもしれないね。次。じゃあ敵との対決。さあ、橋の上での戦闘はなんか久しぶりな感じがします。まずはシールドボットさんですね。はい。この人は、まあ、ルビーの容器で、なんとかなるでしょう。まあ、一回はね、防がれるんですけども。敵も全く同じ位置にね、爆弾出しているので、まあ、特に問題はないかな。1ダメージ次食らう。2ダメージかな。2ダメージ次食らっちゃうけど、特にまあ、まあまあまあって感じ。なるほど。めんどくさいね。じゃあまあまあ、飽き起きでいいでしょう。で、どうしよっかな。まあ、どっちでもいっか。はい。まあ、これで両方破壊はできるんじゃないかな。うん。問題なく。で、ここは空き置きですね。空き置きで爆弾破壊しつつ、まあ、ダブルガンナーは次、いつ出せるかわかんないけど。とりあえずこれでまた1ダメージ与える。出たなぁ。クラッシュ・ボン・ケイシーよ。ビジネスと行きましょう。なるほどね。手持ちに爆弾がなくなった瞬間に来やがったってことはそういうことなんでしょう。残り、1、2、3ダメージ与えればいいので、はい。セントリーか。オッケー。まあ問題ないでしょう。問題ないというのは、次のターンダブルガンナーを出して、攻撃すれば問題なく、削ることができるはずですね。OK。OK。さあ、お前の負けです。ダブルガンナーを出し、攻撃をしますね。はい。オッケー、一気に5ダメージ与えてオーバーキルと。さあ、危なげない勝利。さあ、ウェイポイントまで来ました。倒したボットは永久的にオフだ。下行けるね。下行ってみようか。パラボラアンテナ？なんか発信した、何なんでしょう。アンテナってなんかあったかな？他に。